中川伊勢は、日本の政治家、北海道網走市の博物館網走監獄を運営する財団法人網走監獄保存財団の元理事長。網走市議会の初の女性議員。昭和中期の網走市において、上水道敷設による水質改善、人権擁護活動、女性の地位工場などの活動で地域発展に貢献し、網走開拓の母と呼ばれた。 正解以前の波乱に富んだ人生でも知られ、しり市民には中川のばっちゃんの呼び名で親しまれた。1968年に TBS テレビで放映されたテレビドラマ流氷の女のモデル。本名は中川伊勢よ。旧姓は今野。山形県東村山郡ヒヌの村上小木野と出身。2歳の時、産後の日立ちの悪かった母が死に瀕したため、 里子に出された。預かり先での生活は、後に、中川の長女が、NHK ドラマ、おしんの幼少時代が、天国に思えるほどと語るほど国品であったが、実母に代わって養母に愛情を注がれて育ち、養母の尽力で、荒谷人上小学校に通うこともできた。学業は優秀であったが、4年終了後に成果に、戻された。すでに実母は死去しており、 ママ母のもとで家業を手伝わされ、進学は許されなかった。11歳の時、ママ母との不仲から家を出た。山形、米沢市、東京市を渡り歩き、女中暴行、女行、給仕など、様々な職を転々とした。妻子持ちの男性に騙されて暴行され、1918年に17歳にして、女児を出産、未婚の母となった。 身内を頼ることもできず、自分で娘を育てようにも、幼い子供を抱えた女を雇ってくれる仕事場は何もなかったため、やむを得ず、娘を里子に出した。翌1919 19年、娘の養育費年室のため北海道に渡り、しりの遊郭に入った。客を喜ばすために趣向を凝らし、遊女として次第に頭角を表し、一時は遊郭切手の看板遊女となった。 1921年、牧場経営者である中川拓司と結婚して身受けされた。中川家の親戚たちから結婚に反対されて居場所を失ったため、開拓迎期に湧くカラフトに渡り、夫婦で牧場、旅館、販売などで働いた。1926年に中川家によりしりに呼び戻され、夫婦で牧場を営んだ。しかし1928年に、 夫の父が死去14万円の借金が残った。老賃日給1円、蕎麦、うどんが10銭、月給100円以上を得る者は、網走りでわずか3人という時代であり、網走りで一番の借金額であった。全財産を処分して返済にあてようにも6万円程度が限度だった。そこで中川は札幌へ向かい、銀行の頭取に直談判して、 熱弁を振るい、50年月プで返済すると約束した。当時の人間の平均寿命は50歳と言われ、50年もの月プは前代未聞であった。以降は返済のため、牧場仕事で夫から乗馬の特訓を受け、牧場に加えて、曝露、家畜市場の開催、生命保険の代理店などの仕事を必死にこなした。やがて時代は戦中に突入。 当時の日本軍は依然として軍馬を兵器として徴用しており、戦争拡大に伴って軍馬の需要が増え続けていため、軍馬の価格は農工場の3倍から4倍にもなり、しりでは馬さんが盛んになった。中川らの仕事も、また軍馬に批准が置かれるようになった。中川は牛馬を扱う農家の女性たちを100人以上集めて相馬婦人会を結成。 自ら会長を務め、軍馬の育成、軍馬購入の助力、馬の資料を運んで、旭川の第七師団の慰門などを行った。中川の商売は、日本軍からも公表を得、軍曹大軍までされ、中川は慰門の際も、中川軍曹と名乗って敬礼しつつ検問場を通っていた。軍馬での収入により、鉱山や土地も手に入れた。百三十二年には、 中川の牧場から市場に出した馬7頭がすべて審査をパスし軍馬として買い上げられ、しかも成績優秀として日本軍から激唱された。この際は中川夫妻のみならず、しりの馬産業関係者たちも馬産地としてのしりの名誉として喜びに湧いた。一軒の牧場の馬7頭の同時合格は前代未聞とされ、新聞各紙でも大々的に報道された。 1941年には、河和馬事大会で国策への協力を表彰され、中川の乗馬姿が全国紙に大きく掲載された。後に数え切れないほどの表彰を受ける中川の最初の表彰であった。戦後は、群馬の需要は縮小したが、食料事情が悪くなったため、群馬に代わって農工場の需要が急増した。これにより、中川の牧場は、 戦中よりもさらに多忙を極め、依然として商売は繁盛の一方であった。戦後インフレにより金銭の値打ちが下がったことも借金返済の手助けとなった。借金を毎月払い続けた末、最終的に返済を得たのは1947年のことである。巨額の借金を約束の約3分の1の年月で完済できたことは網走り中の話題となった。 1947年、網走の市政志向とともに、戦後初の統一地方選挙が行われた。女性が賛成権を得て、初めての選挙であり、中川は夫に出馬を進められた。夫の父が網走町議会議員であったことから、当初はその息子である夫に出馬の話が来たが、夫は、 自分の短気な性格が政治家向きではないとして断り、女性が賛成権を得たことで、妻に出馬を進めたものである。中川本人は、気が進まなかったものの、学歴のない女が選挙に出るとの陰口に憤慨し、出馬を決意した。選挙運動といっても、知人といえば、牧場仲間の女性ばかりで、夫も協力せず、他の候補者のような派手な選挙運動はとても、無理であった。 自転車に乗って、メガホンで呼びかけ、民家を一軒一軒訪ねて、家の壁などにポスターを貼らせてもらった。地道な活動は支持者たちの公表を終え、それまでの数奇な経歴も話題を呼び、庶民女性たちにも支持された。同情表も手伝い、定員の3倍の候補者数のうち、当選者27人中25位で当選を果たした。女性立候補者5人中で当選者は1人であり、 女性初のあばしり市議会議員であった。第一期は、回答戦の上、正解では、素人同然のために、議会から、爪は、時期にされた。せめて子供の健康をと、子供たちを集めて、ラジオ体操を始め、自費で買った景品を配った。子供たち相手に名乗った、ばっちゃんの名が、その後の愛称となった。その後も、連続計7回の当選を果たし、 7期28年にわたって市議会議員を務めた。2期校は上位当選であり、トップ当選も2回果たし、活動が本格化した。議員の傍らで、人権擁護委員、自由民主党北海道支部連合会連婦人部長、家庭裁判所家事調停委員、網走婦人会長、母子相談員、社会教育委員、防犯協会理事、福祉協会理事、 アバシリ氏物価関西委員、法律相談員など多くの公職を歴任した。なお、政界の関係者としては議定に東条忠氏がいる。中川が長年にわたって中央政界に大きく関わったのはこの登場によるところが大きいと見られている。一方で中川の夫の父は東条を気に入るあまり多額の選挙資金を継ぎ込んでおり、 これが前述の膨大な借金のもとにもなっていた。上水道の敷設市議会議員としての最大の功績は上水道の敷設である。平成期には、網走の水は日本で2番目に良質と言われ、網走の天然水として市販されていたほどだが、それは上水道敷設後の話である。湧水や井戸に頼っていた当時、網走の水の質は非常に悪かった。 どこの水もアンモニアの匂いが強く、主婦たちは洗濯にも水事にも難儀していた。使い物になる井戸はわずかであり、そこに毎日水汲みの行列ができていた。この労力の浪費を解決すべく、中川は上水道不設に乗り出した。網走市内で上水道に利用できる水源には、湧水の他に網走湖が考えられたが、中川は将来性や水質、 水量を考慮して、それらに見切りをつけ、網走から分尊した東もこと村の誠山にある最高品質の湧水に目をつけた。しかし、網走までの約3 0トルの距離が障害となった。当時の網走の年間の一般会計予算は1億6000万円だが、試算された費用はそれをはるかに上回る約3億円に上っていた。中川は鉄鋼会社である、 日本交換との交渉のため、市議会の助役と議員一人とともに東京へ向かった。中川が飛行機に乗ったのはこれが初めてであり、離陸に驚く様子を周囲は笑っていたという。東京で日本交換に毎日通った末、ようやく社長と会うことができた。しかし、交渉はやはり費用の問題で難航。中川は5年払いを申し出たが、 それには2億円の担保が必要であり、その担保すらあばしりにはなかった。そこで中川は自分の牧場の持ち馬150頭に加えて同席していた議員の私有地を担保に入れると言い出した。資材を担保にすると聞いて驚く日本校下川に対し中川はさらにあばしりの子供たちの命が将来がかかっているんだ。こっちも命がけだ。と言い放った。 この中川の必死の熱意に日本甲府田川が感動し交渉が成立。1952年から着工され、1954年に給水開始。こうして網走市の浄水道が実現した。平成期においても網走市の水は大空町東もことの誠山のふもとにある水源地から供給されている。この鉱石により中川は資材を担保にして、 アバシリの水道を作った人物として、後々まで語り草になった。もっとも後年の中川本人の弁によれば、実際には、牧場の馬は、死没ではなく預かり物、土地もほとんどはすでに担保に入っていたものであり、それらを担保にすると言ったのは、どうせ交渉がダメならとの思いで吹いたほらだったという。人権擁護活動アバシり刑務所協会堂1950年。 初代矢走市長である吉田栄吉の依頼により人権擁護委員に就任し、女性解放運動に携わった。自身の遊覚の経験で人身売買の悲惨さを身をもって知っていたため、この仕事を通して人身売買を徹底的に撤廃するための運動に尽くした。女の体を無理やり売らせて利益を取ること、女性を惨めにさせることは中川にとって許しがたいことであった。 領域外のビホロ町、シャリ町、津別町にまで出向き、遊郭間外の営業を行う業者を廃業に追い込み、あるいは商売街をさせた。あいつにかかったら、店を潰されると業者たちに噂され、後をつけられることもあった。畳に刃物を突き刺して追ってくる暴力団の者と渡り合うこともあった。弱い女性の味方との噂が広まり、こうした。 領域外の町の女性から助けを求める手紙が届くこともあった。業者の元から逃亡したいが金がないという女性には金を与え、その返済を求めることもしなかった。赤線地帯に売られた女性、夫婦喧嘩で家を飛び出した女性を家に置くこともあり、いつまでも自宅で面倒を見た。中川の元には昼夜を問わず相談者が訪れていたが、折しも、 戦後の混乱期の上、人権用護院法施行から一年足らずであり、人権用護院制度の趣旨や目的を理解している人々は少数であり、食料がない、衣類がないなどの身の回りの相談も多かった。中川自身も困っている人を助けることこそがこの仕事と信じ、戦後の生活の厳しさの中、やっとの思いで入手した身の回りのものを次々に相談者に与えた。 前述のように女性たちへの金銭的援助もあり、常に生活は質素であった。日本全国から選りすぐられた17名の女性人権擁護委員による婦人問題委員会の委員にも選出されて、全国規模の様々な問題にも取り組み、後には同会の副会長も務めた。人権擁護委員だった関係で、網走刑務所の教会堂での講演も多かった。内容は、 いつも実話であり、宗教などの交渉な話を聞き飽きた受刑者たちに好評を得た。受刑者たちはしばしば中川を取り囲み、議員運動を激励した。父親が網走刑務所の囚人のために、周囲からいじめられて辛い思いをしている子供を元気づけたこともあった。1963年まで人権擁護委員を務めた後、1966年には、 この人権擁護活動により、乱受褒賞を受賞。同年の乱受褒賞受賞者のうち、女性は中川一人であった。1971年には、訓後東方勘賞を受賞し、2度の法務大臣表彰を受けた。全国的に人権擁護委員に女性を登用するようになったのは、中川がきっかけだったとの声もある。公用研究病院の誘致網走市立。 紅葉気球病院の誘致の際には、中川は当時の北海道知事である田中俊文のもとへ請願に訪れていた。その際にはまだ他の市からの請願はなかった。しかし、中川の請願を知るや、他の市も猛烈な誘致運動を始め、やがて中川より後に請願した市に許可が下りた。これに憤慨した中川は再び、田中を訪ね、私が一番先に願い出たのに、 あっちの運動が激しいから、そっちにするっていうのはどうしてか、女だからって馬鹿にするのかと泣きわめた。これに、田中はこ負けし、1952年の同病院設置に至った。これは、上水道布設に並ぶ中川の功績との意見もある。自民党、同連婦人部長1961年、自由民主党、北海道支部連合会の婦人部長に指名された。 本来なら、婦人部長は、北海道議会議員、またはその婦人が前提であり、当時は、小樽市と札幌市に一人ずつその候補がいたが、それぞれを押すグループ同士が衝突して決着がつかずに、いた。そこで、当時の北海道連幹事長である、岩本正和が仲裁に入って、市議会から選ぶことになり、自民党系の市議は中川を含め北海道口に三人いたが、 中川以外の二人が早々に辞退したことで、中川に白羽の矢が立ったものである。なお中川が自民党に入った理由は、特になかったと見られており、中川本人も、いつの間にかと語っている。尋常小学校しか出ていない中川は、自分の名前さえ満足に書けないので務まらないと一度は、断ったが、岩本正和は度胸を気に、いり、字が書けないなら、 秘書をつけると言って婦人部長を任せた。これにより中川は1973年までの12年間、常に秘書付きで婦人部長を務めた。1971年の北海道議会議員選で、同党幹事長の武部務が立候補する際、同連が入党に難色を示す中、中川が入党の助力をした。また同年、下柿内直弘の北海道知事選出馬の応援を、 依頼された際は、網走出身である高知恵夫人の高を取って、香織会を結成し、北海道を二巡して会員を募ることで、女性支持者を5万人にまで増やし、当選に大きく貢献した。山形県出身の大義士の応援演説に駆けつけた際は、2000人収容可能な演説会場が超満員になり、入りきれなかった1000人以上の聴衆が、 会場の外まで溢れるほどの人気ぶりであった。在任中の内閣総理大臣である池田隼人、佐藤栄作、田中角英らとも親交を深めた。中でも特に奉公しながら苦学した身である田中は似た境遇の中川を気にかけ、可愛がったという。博物館網走監獄1975年、数えで75歳を迎えたことを機に、市議会を引退。 周囲からは引き止められたが、自身は引き際が大事と語った。当時のしり市内には4件の保育園があったが、17時までに子供を引き取る規則であった。相対を強いられていた仕事を持つ女性たちから相談を受けたことにより、女性の地位向上のため、1981年、社会福祉法人あばしりあい育会を作って、自ら理事長を務め、塩見保育園を開設した。 園児のために貯金通帳を作り、卒園式の際に一人一人に渡した。1988年、博物館あばしり監獄を運営する、財団法人あばしり監獄保存財団の理事長就任を依頼された。前任の佐藤久氏は、中川の友人でもあった。また、旭川市や釧路市への道路を作って、あばしりの基礎を築いたのは、あばしり刑務所の囚人であり、 彼らの力なくしてはバシリはただの漁村に過ぎなかったと考えたこともあり、二代目理事長に就任した。当時、運営財団には9億円の負債が残っていた。中川はその立て直しのため、旅行ツアーに博物館見学を盛り込ませようと旅行会社を駆け回り、博物館の入館者を倍以上に増やした。開館10周年を迎える1993年には、 総入場者は300万人を超え、同年の入場者数は60万人に届くまでになった。1992年、網走市から名誉市民の称号を受けた。網走市名誉市民の称号は32年ぶりであり、女性では中川が初である。他に、根樹法賞も受賞した。晩年には、夫と死別した女性が安心して生活できる場所として、 医療と福祉の複合施設を構想。1997年、中川伊勢の名を取って、介護老人保健施設、伊勢の里として開設した。中川自身もすでに夫と死別しており、晩年は冬季のみ、この施設で過ごした。故郷である天道市にも毎年のように帰郷した。母校の荒谷人情小学校を前身とする、山形県天道市荒谷小学校には、備品や楽器、 900冊以上の図書などを寄付した。同小学校にはこの図書類が中川文庫の名で保管されている。1998年の天道市市政施行40周年記念式ではこの寄付に対して特別航路を表彰を受けた。同1998年、網走市長選挙で大場治が初当選した際は中川は100歳近い身でありながら先頭に立って 選挙運動を応援した。また、同1998年には、都市公園整備に、勤めとして、建設省より、都市緑化功労者建設大臣表彰を受けた。2000年に、網走監獄保存財団の理事長職を退任、その後は名誉会長に就任した。2002年、天童市の旧東村山国役所資料館で、開催された、 天道が生んだ女性店で中川が紹介された。網走の大場治虫長がこれに招待されたことをきっかけに網走市と天道市の交流が開始され、2004年、漁師の観光物産闘争後交流協定が締結された。同2004年より病気療養に入った。同年末に脳出血で重篤に陥り、一時は葬儀の日程まで決まったものの、回復して、 周囲を驚かせた。しかし、約2年の闘病の末、しり市政志行60周年を迎えた2007年、元旦深夜、老衰により死去。没年齢105歳。同2007年1月20日に、しり市内で市民葬が行われ、前日の別部務、新党第一代表の鈴木宗を、当時の天道市長の遠藤昇らが列席した。天童市出身ではあるが、 自分を育ててくれた、網走の地に骨を埋めたいと生前に語っており、医師に基づいて、防費は、網走市桂町の高道寺にある。同2007年、30年以上勤めた、人権擁護活動に対し、15位の特殊女位が送られた。天道市の市政施行50周年にあたる、翌2008年、天道市荒谷小学校に、中川の功労を称えるための懸賞費が混流された。 石踏みには自分の苦労をあらやの子供たちにはさせたくない。私を育ててくれたのは天道、羽ばたかせてくれたのは北海道との中川の言葉が刻まれている。尋常小学校では一番の成績を収め、総大として修了証書をもらう権利を得たが、極貧生活で羽織ばかまを持っていなかったために、権利を失い、裕福な生徒が代表となった。これは、後々まで、 悔しい思いとなり、苦境の中で自分の道を切り開く原動力となった。また、遊女時代に仲間の遊女たちから悲惨な身の上話を多数耳にしており、これも市議会議員となった後、女性、弱者、貧しい者たちの地位を向上させようとする中川の精神的な支柱となっていた。戦時中に帰畜米衛のアメリカ兵が、 日本人女性たちを合姦しに来るとデマが流れた際には、しりでも女性たちが大混乱に陥った。それに対し中川は、私が裸で馬に乗って海岸を駆けて兵たちをおびき寄せるので、その暇に逃げるようにと言って彼女らを沈め、実際に日本刀を手にして馬で海岸を駆けた。の女性たちの中には中川を元女。 女暴露と見下す者も多かったが、この一件で女性たちはすっかり彼女に浸水し、市議会議員となった後も絶大な人気を寄せた。この逸話はフランスの国民的ヒロインであるジャンヌ・ダルクにも例えられ、後々まで語り継がれた。学歴は尋常小学校4年のみで、高等小学校へは進学していないが、成果を出た後に小学校教師の家で奉公した際に、 この教師に勉強を教わっており、中川はこの教師を、後々まで恩師と仰いだ。自民党、同連婦人部長に就任して秘書がついた際、秘書は中川が、文盲のために自分が必要だと思っていたところ、実際は、英語以外は難なくこなしていたので驚いたという。ただ指示が下手だったため、書類は、秘書がこなしていた。性格は合法来楽、間違ったことを嫌うが、 それでいて、どんなことにも理由があるからと言って、相手を許し寛容に対処した。新さをなめて逆境と戦い続けただけに、弱者へは常に温かく接した。公園や網走監獄保存財団で長く関わった、網走刑務所の囚人たちについては、本当に悪い奴は、兵の外にいる。兵の中にいる人たちで、真のあると思ったのに会ったことがない。心を込めて話すと、 一生懸命に聞いてくれる。聞くだけの心を持っているということだと語った。気さくで面倒見の良い性格から、網走市では中川のばっちゃんと呼ばれて親しまれた。網走市議会の席でさえ議員たちにババアと呼ばれ、議事録にも中川のことがばっちゃんと書かれた。趣味道楽は持たず、強いて言えば人の世話が趣味であった。晩年に十分な財産を築いた後も、 決して贅沢をすることはなかった。90歳を過ぎても毎朝4時起床、1時間の寒布摩擦、ラジオ体操という日課を欠かさず、置いても元気と評判であった。晩年を過ごした保健施設、伊勢の里では、長寿にあやかろうとする多くの老人たちに囲まれた。なお、伊勢の名は、書きやすさや読みやすさから通称となったもので、結婚時に戸籍を見て、 初めて自分の本名を知ったという。工業女相撲で知られる、天道氏出身だけあり、幼少時より相撲が得意で、何人もの男の子を任した。後には、柔道三段、合気道三段、傍術初段、空手名誉三段の腕前となり、武術家としても知られるようになった。柔道は、遊女時代、話題づくりのために道場に通って、身につけたものである。 仲間の遊女に乱暴を働く客を柔道着で懲らしめたこともあり、遊女人気に一役買った。カラフト滞在時も襲いかかる半端の荒くれ者を一本背負いで投げ飛ばした夫を襲う者たちを柔道着で蹴散らした夫が喧嘩に負けて帰宅してくると相手の元へ乗り込み背負い投げで仕返しをした夫が約20人の男たちと喧嘩になった際、 夫を助けに駆けつけると、歯向かう者は誰もいなかったなどの数々の武勇伝を残した。合気道は、終戦直後に荒れ放題の子供たちの貧困を正すため、武術家の武田と木胸に依頼して、道場を始め、自らも文下生となって習得したものである。後には、師範となり、六十歳を過ぎてもよかには、道場で教え、毎年の大会では演武を披露していた。 こうした武術の腕前により、牧場で幕郎を務めていた時も、荒くれ男の多い他の幕郎たち、悪どい商売をするも、幕郎たちも、中川に手出しをしようとはしなかった。人権擁護活動で、遊戯たちを救い、遊郭の手の者に睨まれた際にも、直接手を出されることはなかった。後々まで凄腕の武術家として、なおはせ、九十歳を過ぎた頃でも、 一対一なら男でもぶっ飛ばせると豪語していた。1992年に網走市名誉市民の称号を受けた頃にも黒帯で道場に立っていた。網走市内には中川記念武道館として名前が残されている。夫の中川拓司は柔道道場仲間でもあり、道場が縁で知り合った。酒ばかりでろくに働かない人物であり、そのような夫を妻が懸命に支える。 夫婦生活であった。晩年は脳卒中で倒れた後、1962年に妻に見取られつつ死去した。離婚歴があったために結婚当時は連れ子である息子がすでにおり、この息子は父の牧場を継いだ後、2002年に死去した。実子である娘は、1932年に夫の同意の下佐藤矢先から引き取られた。1943年、 中川夫妻が牧場の刑馬師にするために引き取っていた養子と結婚して息子を見ごもるが息子の誕生前に戦争により夫と死別終戦後に美容師の修行を経て網走で美容院を開業息子が15歳で結核で死去という不幸に見舞われたもののその時の主治医の父親と再婚1985年にそのご夫が死去した後は 中川の元に通って朝晩の食事を共にし、母子二人で山形などを旅行して回る生活を送っていた。中川が市議会議員を務めていた時代に網走市長を務めていた安藤哲郎は中川を以下のように表した。どん底から這い上がり逆境を克服し、その強靭な精神力での天下御免の活躍は庶民の味方として、また、 女性の味方としても、こんなに、頼もしい人はおりません。恩情あふれる、女性活動家として、しりをこよなく愛し、姿勢の発展に尽くしたばっちゃんは、多くの市民に慕われております。安藤哲郎、現代の肖像しり監獄保存財団理事長、中川伊勢、小宮山 1992P60 より、引用70年前に、 距里山形から遠東し尻の苦外に身を沈め、その泥沼から自力で這い上がった中川さん。弱い者、敷いたげられる者の,のために体を張った男も及ばぬ、活躍ぶりは目を見張るものがあります。彼女こそは日本中に声を大にして誇り得る、素晴らしい女性だと信じます。安藤哲郎、3夜1986。 カバーより用よ元網走市議会議長の田村直美は中川の議員活動について男まさりの切符で時の首相や幹事長に付け付け者を言った。陳情ごとなどで歴代の市長を随分助けました。第二子にもまさる市議会議員でしたと語った。網走監獄保存財団の理事長に推進された理由は軍を抜く政治家としての手腕を買われてと見る向きもある。 北海道を代表する女傑とも言われ、元北海道知事の横道隆弘は中川を北海道を開拓した北の女性の代表と評した。雑誌北海道味と旅の編集長を務めた網走出身の山本翔子は中川を世に紹介し続け、各社としての人の味が一種迫力となって伝わってくると語った。小説家の柴良太郎は、 気公衆、街道をよくにおいて、中川の風貌を自分が何者で何をすべきかを知っているかを投票した。網走市民にとっては偉人というより頼りになる隣人であり、ばっちゃんを知らない人は網走市民ではない、北海道で知らない人はいないとも言われた。乱受報承受賞時には中川を最後に日本の女キャンは消えるかもしれないと言われた。 没後には、ばっちゃんは、ただいるだけで何かを教えてくださる方だった。ばっちゃんの存在が道しるべ、型破りのすごい人で、波の人と器が違いすぎる女性だったとも言われた。大場治むは、市民層で、国別の字を、地域を超えて活躍された。誠実で人情あふれる姿は、市民の心に残るでしょうと読んでおり、後年には、大きな声で、自信を持って話す人だった。 話が上手かった。その場にふさわしい話のできる人、礼儀を重んじた、弱い人の味方だけれども、弱い人は嫌いだった、生きる哲学を持っていた、などと語った。ノンフィクション作家の大谷総一は、中川と親しかった、小説家の中山正夫から中川を紹介され、週刊朝日史上の徳川無生との対談の中で、中川について語った。これによって、中川の名は、 全国的に広まることとなった。また、中山の義前である小説家の金子君は中川の半世紀、雪と風と青い点を表した。これが1968年に、渚真由美主演によるテレビドラマ、流氷の女として TBS テレビで全国放映され、中川の名はさらに広まった。中川自身もその後に NHK のこんにちは奥さんなど、 何度もテレビに出演し、反響を呼んだ。波尻氏の作詞家である、岡田るは、このドラマに感銘を受け、歌を作詞。北海道名寄市出身の歌手である、加山博の曲、流氷の女として、同1968年にリリースされた。中川は、生まれて、初めて曲をもらったことに感激し、その後も英編と交流を続けた。 1987年には、北海道放送のラジオ教養番組、涙流すまもなし流氷の街に生きる女で、中川の七天罰刀の人生変列が紹介され、同年の日本民間放送連盟賞の教養部門で最優秀番組に選ばれた。1990年には、網走市民会館で、中川をモデルとした演劇、岬をかける女が上演。中川も、 娘と共に感激した。1500人収容可能な会場が満員となり、通路に座って感激する客もいた。没後の2015年には、天道市在住の女優である夢寿司主演による、朗読劇、劇動の一世紀を生きた、人生霊に立つ中川伊勢物語が、網走市で上演され、満席の客席から歌詞祭を浴びた。同2015年12月には、 第2回公演として中川の故郷である天童市で2016年9月には山形市で上演された。2017年には作家のヒルタ・あさが小説リンを発表し中川をモデルとした主人公の姿を表した。作中では中川同様主人公が網走の遊郭で過酷な環境を必死に耐えて生き延びる姿が展開されている。 ありがとうございます。